お兄ちゃん。 妖精主体の弾幕ごっこね。戦争ごっこね。なんだよ。今日も情けな感じだな。 とりあえず知っておいて損はしない。
かけられて恥をかくのもだろ。誰が吹っかけてくるのよ。大まかにお嬢さんとか、竹林のお姫さんとか、山の巫女さんとか。あと、森の素敵な魔法使いさんですね。はいはい。なら、教えてもらおうじゃない。恥をかいたら、教えた魔法使いの恥になる。まるで棒倒しね。私たちは支えて守る裏方だな。あの程度じゃ日が暮れても倒れないわよ、この棒倒し。それじゃあ次は少し難しく5倍の数で行ってみるか。5倍ってちょっと待ちなさいよ。弾幕ごっこみたいに簡単にピチューンしないのよ。そこはちゃんとルールもしっかりしてる。まあ見てろって。まったくキリがないわね。これはThank you.
罠？ああ、こいつも使ってしっかり守れって寸法さ。というわけで、自由に置いてやってみな。なかなか面白いものだぜ。まったく、キリがないわね、これは。妖精以外も大人数で参加するルールもあるそうだぜ。うん、で、おいおい、中身知っても興味なさげだな。私向けじゃないって思っただけよ。ゆかりも顔出さないし、今回はもっと他向けなんじゃないかしら。どうかしたの？発令の名前はヤスではないの。
卓じゃなくてそっちで遊ぼうって。私たちも覚えたばかりだけれど、並みな妖精相手じゃつまらない。せっかくなのだし遊びましょうよ。ふふん、構わないけど負けても知らないよ。あたいにかかれば弾幕ごっこも戦争ごっこもお手のものさ。それでさっきからそこの天狗さんは何をしているのかしら。いえいえ、取材です取材。今度の戦争ごっこの密着取材をしようと思いまして。最強の値に目をつけたのはいい目をしてるわ。天狗は目がといというだけのことはあるわ。光の三妖精を差し置いて標定に目をつけたわ。いや、別に私が目をつけたわけじゃないんだけれど、引き迷うか。戦争ごっこの後について取材してみる。妖精を見てればわかるって言うけど、ケムに巻かれた気もするわね、やっぱり。そうね、遊びは中止。ここは勝負といきましょう。お互い初めてなら問題なしね。光の三妖精は三人で一つ、卑怯なんて言わせないわ。ふふん、いくらでもかかってこいじゃない。三人がかりはようやく一人前、そう思ってる時点でお前たちは負けている。Thank you.
けで勝ったと思わないことね。調子に乗ってくれた方が楽できるけれど。見事なまでの捨て台詞。あっちの方が愉快な分、記事になりそうじゃない？それで、行くってどちらに？決めてないから適当に。取材なんだし、いい写真撮らせてあげようじゃない。やっぱり戦いたら最強ね。買い出しついでにお茶も楽しんでしまったわ。早く帰らないと、ゆゆこ様に怪しまれる。お、ちょうどいいところに良さげな相手がいたわ。半人半霊に勝てば、霊界の半分はあたいより下。あたいの最強のための屍になれ、ちっこいの。忙しい忙しい。ゆゆこ様に駒使いなんてやらされる上に、こういう最後まで出てきたな。悪いけど忙しいの。遅くなったらゆゆこ様に叱られ。なら帰り道の間インタビューならどうでしょう。口を動かすだけですよ。上司に対するうちコラム。匿名でよろしければ記事にしませんか？取材料も考えますよ。着服して介入している事実にうちまで聞いてしまいましたし。ちょっと年貢も相手してあたいってどうなのさそれ。そうでしたそうでした。つかヨウムさん、伝送ごっこの記事も書いてるので一斉。そこのチルノさんとやってくれたら、それで忘れてあげますよ。天狗の粘着取材よりよっぽどマシね。適当に相手してさっさと退散したい。Thank you.
満足した？それじゃあ私はこれで。ふぅ、災難だった。なんかすっきりしない。なんで妖精みたいに悔しがらないのさ。キクラゲ、マイタケ、シメジにシイタケ、魔法の実験素材にもなるが、この時期は食用も豊富だぜ。どれ、もう少し取ってレームに適当に作らせて。やっと見つけた。あ、本当にいましたね。いや、見つかってよかった。これで白霊神社とかに出向いてたら、一日中森を連れ回されるところでしたよ。何やってんだ天狗。残暑厳しい日も確かにあるが、そいつに付き添うと結局汗と泥まみれになるぞ。諸目的でチルノさんと一緒になんていませんよ。記事です。戦争ごっこの。戦争ごっこ。お前が参加とかは珍しいな。ならちょっと待ってろ、後で相手。ほら無視するな。天狗じゃなくてあたいと勝負するの。はいはい、ついでにお前ともやってよ。天狗の方がおまけ。さあ今すぐ勝負しなさいよ。やめろおいバカ、凍らせたらキノコの風味がなくなるだろうが。よし、なら勝負。ここのキノコを凍らされたくなかったら。はいはい、終わったらキノコ父は返してもらうぜ。
帰ってくれよ。落ち込むことはないわ。最強のあたいが相手だったのだから、マリコピースしてたよ。いや、それで落ち込んでるわけじゃないと思いますが。こんな顔してるよ。まあ、めいってはいるでしょうけど。